雪より進化。お強い。バフネスアップ。バフネスもっと。おお。HP がもう合計100アップしてるわけですね。そういうことです。320。ダイナマイトタックル。こちらね、ダメ感が10個以上乗ったので250ダメージプラス一撃エネルギーで270ダメージを。すごい。さあ巨大サイクロン使います。はい、ダメージ与えるんですけど180で180です。開始で大きいダメージ食らってちょっと倒れちゃいそうな雰囲気があるので、うん、全部ね後ろに付け替えちゃいます。あーやっとに依頼チュメカーです。ラクルです。キャミタです。はい、昨日に引き続き新パックを使った対戦をしていきます。イエイ。今日僕サダイジャ VMAX のデッキを持ってきました。まあ、エネルギーを付け替えながらね回復していくような戦術が得意なカードになっているので強いデッキです。対するシカリータは一撃のボルケニオン V を持ってきました。一回攻撃を耐えてから大きいダメージで返していくというデッキになっております。はい、それでは早速対戦の方を始めていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。お願いします。シャッフルしていきます。お願いします。ずんちゃかわいいなこれ。やっぱいっぱい並ぶとめちゃくちゃかわいいな、うん、最初はグーグージャンケンポイ。うー、先行。じゃあここへ。はい、よろしくお願いします。バトルスタート。ボルケニオン V1 撃1枚引きます。まずクイックボールかな。はい、カミノ。おー、これはコロコロ1番の所属のカミノですね、はい。はい、雪かぶり、雪かぶり持ってきます。持ってきて雪かぶりを出します。一撃オルケニオン V に一撃エネルギー、一撃エネルギーをつけてバーンを終わります。はい、じゃあ1枚いきます。じゃあサダイジョギルベースにします。はい、この新しい棒ですね。そう、直接7攻撃を持ってるので、ゆっくり攻撃。はい、本当エネルギーと出して大丈夫よ。2種類ので、ドアね、こっちで行きたいので、はい、大丈夫にストーンとエネルギーつけて風船、はい、つけます。博士の関係で取り付けとラッシュで、はい、7いきます。はい、じゃあもう一匹チラーニを出してあげて、はい、チラーニ逃げます。はい、で大ジャグを出してまた砂ぐらい使います。はい、砂ぐらい30ダメージ。30ダメージ。で、ドラッシュの投影エネルギーをこのポケモンにつけます。はい、砂が。これで、パン折りです。はい、1枚引きます。ボルキニオンブーヒーが出します。雪より進化。お強い。パフネスアップ。パフネスがアップするんですね。パフネスがアップします。ボルキニオンブーヒーとボルキニオンブーヒーのタフネスがアップします。そして、巨大なかまど。投影エネルギー2枚持ってきますと。手札加えてズンチャカットします。ズンチャ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 ストップストップストップ。ズンチャが止まった。ズンチャタイム、ズンチャタイムスーパーズンチャタイムが止まってしまった。溶接後、はい、じゃあバトルバトルキュニアヨーヨー溶接します。はい、で3枚ヨーズンチャズンチャズンチャ3のズンチャ引きまして、スーパーゴー、はい、ネゼンデ GX。 おっ、一撃エネルギーをここはベンチのボルケニオン V につけまして、スーパーボールで捕まえてきたネゼンデ GX。 はいはい、ロゼスを出して6枚引きます。レゼチェンジ、レゼチェンジ、でタフネスモード。おっ、HP がもう合計100アップしてるわけですね。そういうことです。320 VMAX 並みのベンチのボルケニアも VMAX 並みで、ちょっとこれ強すぎたかもしれない。ダイナマイトタックル。じゃあ経験値で120ダメージだけど、スポーンとエネルギーで100ダメージですね。はい、搭載で100ダメージです。なるほど、これで大きいダメージを与えると次はまたダイナマイトタックルが大きくなって帰ってくるわけですね。そういうことです。じゃあ1枚いきます。では、チラーミンにチラシーノに進化させます。はい、特性やりくりです。はい、ポケモン入れ替えたらそして2枚いきます。ビットボールで、はい、ミュウツーを取らせてします。はい、チラーミン持ってきますね。はい、まだ下がります。ビットボールでチ
ラミッドラッシュして、はい、スタ電車部に持ってきてベンチ出します。でスタンドエネルギーをバトル場のスタ電車部につけて、はい、で穴抜けの紐を使用します。うわ、穴抜けの紐、でもそれやめたらもうこうなるしかないか、うん、うん、じゃあ一旦風船ついたチラミを、はい、バトル場に出して、はい、VMAX にね引きたいので博士の研究で、はい、お出しします。じゃあ7枚引きます。はい、よいしょ、大事な VMAX に、おぉ、来ましたね。はい、でチラミをチラチラに進化させます。はい、特性のやりくりでリクワードエネルギーを取らせて2枚引きます。いや強いな。来たわ、進化の方で、はい、お、またもう一体来るのか、これはさあ大丈夫、いますあー来た、進化させます。一気に来ましたね、この子。充実してストップ、はい、かなり場が充実している。逃げまして、はい、さあ大丈夫、いますをします。はい、じゃあ巨大サイクロン使います。はい、まあ、ダメージ与えるんですけど180です。で、好きなだけエネルギーを付け替えれるんですね。はい、開始で大きいダメージ食らってちょっと倒れちゃいそうな雰囲気があるので、うん、全部ね、後ろに付け替えちゃいます。あ、一気にベンチが、これで、はい、これで気絶してもエネルギーはなくならないでしょう。終わります。そういうことになってるんですね。1枚引きます。バン、クイックボール、私らが V を行きます。これで巨大なかまどかな、はい、ヒードランジェックスをフラッシュして、このエネルギーを2枚持ってきます。はい、そう、私らが V を出します。はい、ハッピーマッチ、そう、確実に手札に持っていきたい期待カードがある溶接工、これでまた使えそうですね。はい、フラッシュから手札に加えて使います。はい、巨大なかまどで持ってきたエネルギー2枚をバトル場につけて3枚いきます。ダイナマイトタックルを、こちらね、ダメ感が10個以上乗ったので、うん、250ダメージプラス一撃エネルギーで270ダメージを、すごい、こういうね、カウンターアタックをかませますね。気絶ですね。よし、3枚いただきます。すごい。じゃあここは風船ついたチラチーノをお取り回しします。はい、1枚引きます。進化の投資をします。はい、サダイジャ VMAX、はい、進化させます。おお、3体目のサダイジャ VMAX ストップ。はい、サダイジャやりくりで、はい、使いたいよりではあったんですけど、マリー投資しちゃいます。おお、2枚、じゃあ2匹目のやりくりで、はい、ボス押しで投資します。はい、お、2枚、じゃあリセットスタンプ引けたの。いや、ちょっと待ってよ、使います。わー、こんな大量のたくさんのズンチャたちが。3枚引きます。はい、手札絞ってからの頂きへの雪道。いやー、これはもう、いやー、特性がね、かまどから一気に雪景色ですよ。うん、確かに弱いこと言いますね。で、基本投エネルギーをサダイジャ VMAX につけて、はい、逃げます。巨大サイクロン、巨大サイクロン、はい、倒しつつエネルギーをね、ちょっと付け替えるのを考えます。180ダメージで合計360かな、はい、で360ダメージはさすがに耐えられない、倒れます。はい、で好きなだけ付け替えるんですけど、はい、ストーンとエネルギー2枚を、はい、ベンチのサダイジャブイマックスに回します。はい、これ結構手札の兼ね合い次第でね、プレイング変わってくると思うんですが、うん、こうしてサイド2枚取って終わりです。はい、ボルケニオン V を場に出します。はい、引きます。ボルケニオン V 出しまして、このエネルギーをつけまして、ダイナマイトダックル、120ダメージかな。120ダメージですね。まだ10ダメージ以上、100ダメージ以上残ってない。そうですね、1枚引きます。はい、じゃあやりくり使用します。はい、2を取らせて、はい、2枚引きます。で、もう1回やりくりで、マリー取らせて2枚引きます。いくらでも手札増えるな。ねえ、クイックボールを使います。はい、基本通信トラッシュします。はい、で、対象なしかな。はい、はい、ポケモンユーザーを使います。はい、まあ、一旦チラチェーンをしますが、何回なんてくるね、これでモミ使用します。はぁ、新ポケモン全員の HP 回復しちゃいました。強いエネルギートラッシュですね。こ
それは強い。噛み合ってますね。そうなんですよ。エネルギーをね少なくしたり、まあ一切ない状態までしといて、本見使ってあげると結構強いですね。相性いいですね。はい。くー。で、右手。さあ、大丈夫、います。くー。巨大サイクロン使います。はい。180ダメージで。180ダメージ。210。はい。はい。210。本当エネルギーはちょっと1枚持っておきたいので、はい、こういう感じで付け替えます。はい、終わります。まあ、ここでストーントーエネルギーをね1枚付けたことで、まあ、仮に相手の次の番にカリンの信念を使われて、かつ一撃エネルギーをもう1枚付けられちゃうと、うん、まあ、ダメージが80伸びたダイナマイトタックル330ダメージがくるんですけど、はい、この1枚があるおかげで、まあ、耐えるかなという。あ、なるほど。そうですね。今調整しました。いやー素晴らしい、はい、結構状況に応じてねエネルギーの付け替え、ストーントーエネルギーも変わってくるので、まあ、頭付けるできるのはありますね。これでね、ちょっと 100% この番に一撃で倒す方法がちょっと封じられちゃったって感じかな。1枚引きます。まずリセットスタンプ。なるほど、はい、じゃあ5枚あったのが4枚になりますね。はい、じゃあ4枚引きます。はい、ここでハサルの元気を使います。はい、7枚引きます。ちょっとスーパーボール、お、いいね、クロバット V を捕まえてきます。お次は 3.0。 はい、ボスの指令を、おお、ボケギアでつけてきましたよと。なんとタフネスマント引いたんで、はい、つけまして、私の HP 合計100アップの、はい、すごい、私の100アップのさらに一撃エネルギーを、はいはいはい、順調ですね、うん、ダメージもある、はい、ダイナマイトタックル270まで伸びてて、ストーンエネルギーで250ですね。250ですね。強い。じゃあ1枚引きます。はい、ゴミにあるかもしれないですね。ゴミ全回復だからな、じゃあチラチーノのヤリペリ使います。はい、チラチーノをプラッシュして2枚引きます。はい、じゃあもう1回ヤリペリで、はい、プラッシュして2枚引きます。じゃあ風船をサダイジャ VMAX につけまして、はい、でストーンとエネルギーをサダイジャ VMAX につけます。はい、回復手段が来なかったのでマリンを使います。はい、5枚。くぅ、4枚です。はい、じゃあレベルボール使います。はい、持ってきません。はい、でもう1点使って、はい、持ってきません。で逃げます。はい、これでもうねボスの指令を持たれてたら非常に怖いところではありますが、はい、じゃあ技使います。巨大サイクロン、巨大サイクロン180ダメージ、はい、で好きなだけ付け替えれるんですが、はい、まあ、次のはボスの指令でここ倒されちゃうと負けちゃうんですよね。はい、そうですね。なんでとりあえずヒートブラストは絶対耐えるようにしたいんで、はい、ストーンとエネルギー1枚をつけて、でダイナマイトタックルは2枚つけても耐えないんで、一撃エネルギーがあって、はい、これ1枚だけかな。なるほどね。これでいい気がする。2枚取ります。はい、なるほど。はい、ヒートブラストいいよ。はい、出して、そうなんですよね、実はもう上の技の圏内に入ってたんですけど、さすが気づいてたみたいですね。あ、ボスダイナマイトタックルで負けですね。そうですね、はい、ボスの死ねたエネルギーが1枚あれば、どうじゃズンチャズンチャ、ここはもうしょうがないか。ちょっとここは何もできない。ヒートブラストをさあ大ちゃんVMAX に行きます。70がマイナス20で50、50、はい、5回エネルギーとボスがあればという感じですが、そうなんですよね。1回いきます。エネルギーあるのかい、きます。あるのかい、あるのかい、まあ、私らが V で、はぁ、あるのかい、はい、そっちは揃ってたのかい。じゃあ巨大サイクロンで180ダメージ1回、うわぁ、はい、いきます。負けました、はい、ありがとうございました。VMAX ね、エネルギーをコロコロ付け替えれるってことで、うん、ストーントエネルギーをすごい使い回せる、うん、必要な場所につけていけるっていうのがね、うん、非常に強かったかなってことで。強かったですね。まあ、一回モミとかも見せられたんでね、そういう回復のコンボも含め、はい、耐久力のあるデッキかなと思いました。はい、はい、というわけで今回もね対戦動画やっていきました。はい、今回使ったデッキのレシピは下のね説明欄に URL 載せてますので、そこから見てみてください。はい、チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回。